さてやりましょうか。よいしょ、スタートします。9時36分。大きくなかったか。リザーバーのバスは引きますね。よし、効率よし。本日1匹目。よいしょ、これで釣れました。計測35センチですね。35センチ。あれを見ちゃったらやらないわけにいかないじゃないですか。よそ見すると来んだな君。まあよそ見した甲斐がありましたね。よいしょ。引くじゃないですか。引くじゃないですか。そんな大きかった？引くな。なんだなんだ、急に活性が。あっちでボイルしてるのも気になっちゃいますね。急に、まあまあだな。よいしょ。やりました。ちょっと痩せてんな。口は傷があるし。でもまあまあ。まあ、今時のバスフィッシングなんてこんなもんでしょ。よいしょ。これで釣れました。よいしょ。40いったかな？4はないね。4かけるから43ですね。43センチ。うわ。
構でかいんじゃない？ちょっとよそ見目で出るんだね。おお、結構でかいよ。これは手応え十分だぞ。これ45あるような引きなんだけど、どうでしょう。うわ、こっち来ないで。でかいでかい。でかいぜ。でかい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 よ。ひょっとしてひょっとしたら、これは絶対バラしちゃダメなやつだな。おお、強い。緊張した。ああ、そっちや。ちょっと、わ、すごいとこに来た。うわ、取った。取った。これはひょっとしていったんじゃないか。これはいったんじゃないか。ゴージャップが出たんじゃないでしょうか。たるみは許されないってやつだね。きっちり測るよ。きっちり測りますよ。口閉じお開き50あるよね。ぴったり50だね。ぴったり50。50釣れた。やったよ。50だよ。やりました。やっぱあれなんだよな、不思議と9月10月なんですよね、私が50アップ釣れんのね。春じゃないんですよ。釣られてますね。皆さんで手話してんですね。あー、でも嬉しいよ。はい、これで釣れました。よかったよかったよかった。ああ、もうでも今日はなんかだ、気が楽になった。なんかもう目的を達成したよな。出てきたぞ。これも40アップはいったんじゃないかな。いや、十分なサイズでこれも。よし、さっきのが素晴らしすぎちゃって贅沢な。でも濃厚引くよな。
40アップは絶対あると思うんだ。うん、十分だよね。感覚が狂っちゃうよな、ああいうでかいの釣りとな。これがちっちゃく見えちゃうもんな。いや、40はあると見た。いや、いいですね。サイズが、今日はサイズがいいぜ。手首痛い。おお、立派。歯が鋭いこいつ。あ、これワームフックが入ってる。ちょっと取ってあげましょうね、後でね。よいしょ。これフライが取って、そしてここにワームフックが。ちょっと先に測るか。よっ、40あるよね。42ですね。42。よいしょ、ワームフック取ってあげましょう。これ、エラのとこにある。これ、キム犬がこっちから取ってたよな。こっちからと。取れた、取れた。取れた。よいしょ。はい。はい。ワームフック取ってあげました。42センチのバス。ヒットフライとワームフック。